ダメだ。冗談はやめて。それしか僕に生きる道はない。なんか怪しいな。おい、マジかよ。前へ。どうも皆さんこんにちは。始まりました栄光 GO! ということで今日もですね、栄光に向かって GO していきます。どうぞお願いします。さあ本日は何をしますか、はい、あの我々栄光 GO! のチャンネルは、はい、めでたく200万人登録者、ありがとうございます、はい、突破したということで、はい、皆さんのおかげで、運営できてるんですけども、はい、サブチャンネルもあるじゃないですか。はい、サブチャンネルも相当盛り上がってるんじゃないですか。栄光ちゃんち、栄光ちゃんち、200万人こっち突破してる。今何人ですか。100万いくのかな。4万弱。なるほど、はい、人数はいいんです、はい、そのうちこう登録してくれる人が増えてくれば別にもちろんいいんですけど。なるほどなるほど。ただですね、はい、あの今、はい、デッドバイデイライトの総集編ずっと上げてたんですけど、またいい編集なんですよあれね、はい、あれを今ちょっと一回公開停止してます。え、なんでですか。理由がですね、はい、収益がストップしたんですよ。え、なんかありました。なんでですか。ですね、栄光 GO! で配信されたものを編集してサブチャンネルで出してるじゃないですか。はいはいはい。人のチャンネルの動画を使ってるっていう風に判断。なるほど。俺たちがこの違法にこう切り抜いてると思ったんですね。そうです俺たち身内でやってるのに。そうですなるほど。それぐらい栄光ちゃんちが知名度がなさすぎるんですよ。で一回下げましたし今後もそういう、まあ、勘違いとはいえ、はい、あのお互いそういうトラブルあったら良くないんで、総集編はもう本チャンネルの方で出していこうと思います。なるほど、わかりました、わかりました。今まで出してたやつも改めて再アップしていこうと思いますんで、はいはいはい、じゃあ、 あの懐かしのあの試合とかね、はい、そんな感じで楽しんでいただければいいかな、はい、そんなことあるんですね。びっくりしました。へえ、なるほど、はい、だから自分の作った歌に歌って著作権取られたみたいな感じですよね。そういう感じなんです。なるほどね。いや面白、はい、もしかして、はい、なんでサブチャンネルはサブチャンネルで新規の新しいあの動画をですね、はい、少しずつ上げていこうと。わかりました。パクリと思われないようにね、はい、切り抜きと思われないように、はい、そうしていきましょう。まずは目指せ10万人で、はい、栄光 GO! のこのデッドバイデイライトの、まあ、総集編というかその編集者です、はい、まあ名試合というかね、はい、そういうのも載せてたりとかしてるんですけど、はい、僕もねうまく綺麗にまとまってて見やすくて、あの生配信長くて見れないよって方がいたら本当そっち見ていただけると本当に綺麗にまとまってるんで、はい、せっかくなんでじゃあ本編の方にもじゃあそちら載せますか。そうですね、はい、あのもうせっかく編集したものなので少しずつ再アップしていくこと。せっかく編集したのにストップかけられたらねこっちも悲しいっすし、じゃあ本編の方にじゃあそちら載させてください。はい、はい、そういうことになっております、はい、わかりました。サブちゃんの方はサブちゃんの方で楽しんでもらえるようなものを上げていこうと思いますんで、はいはい、例えばだからあの競馬の生配信とかそういうのをサブチャンネルの方でアップするとか、いいですね、配信するとかいいです、ね、そういうこともいいかなとか、いいですね、そういうのをいろいろ考えていこうと思います。はいはい、はい、あとねサブチャンネル今でこそちょっと俺ミュージカルで今バタバタしてますけど、はい、俺こんなのどうかなと思ったのが、はい、結構あのやり込みがいのあるゲームがあったりするんですよ。例えば龍が如くとか、はい、スパイダーマンとか、はい、いろいろとメインストーリーをこうどんどん進んでいく中にサブクエッションがサブストーリーみたいなのがあるんですよ、はい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 、でやっぱこう本編ではメインストーリーやって、うん、サブチャンネルの方でそのサブクエ、うんうんうん、要はそのサブクエをやることによって新しい技を覚えられたりというか、あのなんか冒険になんか有利なアイテムをもらえたりするんで、うんうん、だからそっちとなんか例えばそういうゲームがあるならそっちと並行してやるのもありかなと思って、はいはいはい、うん、ちょっとそういうのも含めちょっとうちでもそのサブチャンネルをこう生配信できるような環境にして、はい、だからそんなことも考えてサブチャンネルも盛り上げていきましょう、はいはい、なんでぜひサブチャンネルも登録してもらえる、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、はい、いや衝撃でしたそんなことあるんだなって感じでございますね。はい、はい、ということで、本チャンネルもサブチャンネルも登録、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう、気持ち溢れてる、チャンネル登録、いいねボタン押してくれたらなお感謝。